は谷村由美です。今週のゲストは T スクエアの中からお二方来ていらっしゃってます。こんばんは。こんばんは。いらっしゃいます。いらっしゃいました。自己紹介をじゃあ今更かもしれない。T スクエアの安藤です。担当楽器なんかも。担当楽器ですか、ギターです。はい、僕が新しく T スクエアに入った本田雅人です。担当楽器はサックスとあとイウイとソプラノとアルトは両方サックスですか。サックパドラス。いきさつは？いきさつ？何の？なんで？加入の？そう。F1 のチケットをもらって鈴鹿に行ってそれで入れられちゃったんですよ。去年の？そう。鈴鹿の、うん、あのアグリが3位だった時の。そう。いいな。やりにくいんですよ。前
本田さんは前ね、あのソロっていうミュージシャン活動してた時に、うん、私のツアーとかね、怖いんですよ。怖いですか？厳しいんですよ。厳しくないですか、福屋では？そうですね、結構、うん、すごくこだわりがあるっていうか、ね、あの頑固だしね。本田さんがこうと言った意思を曲げるのは非常に難しいっていうの。でも安藤さんの言うことだったら、いや、どうだろう。でもね、いつの間にかね、この人ってね、あの普通入ったら遠慮っていうものがあるしっかりして後から ね、 ね、全然ないんですよ、この人。もうでもなんかね、そういうパワーを持ってるのかな、うん、だからみんなあの本田君がこうしないとかっていう話になると、うん、いいねっていう方向に行っちゃうんですよね、うん、あんまりそのなんつうの、反対者も出ないうちにこうずっと持ってかれるっていうか、うん、演奏を人前でするときってなんか目立っちゃいたいなとかっていうのはあんまりないんですか？うん、僕の場合はね、うん、両方あるんですよ。なるべく人前に出たくない、目立ちたくないだって隅っこにいたい、俺のことはほっといてくれっていうのと、うん、でも実は目立ちたいっていうことっていうね、うん、両方あるんですよね、うん、だからいつもなんかライブやってるとそれのせめぎ合いっていうか、うん、いやでも普通俺のことをほっといてくれっていう人はギターは選ばないじゃないですか。そうですかね。割となんかギターを選んでガンガン行く人はやっぱり演奏すると真ん中に行ってのけぞったりとか、きっとだからどっかにあると思うんだけど、うん、なんか理性とそっかよく制御が働くそうそうそう、あ、みんなそうじゃない、割とねそういうタイプの人多いですね、うん、本田君はもう割とそうかもしれない、うん、本田君も割とね、俺が俺がってこう人前で、うん、昔はそうだったんでしょうねすごく昔はだんだんなんか地味な方が好きになってますよね最近なんかカッコつけてるっていうかね、クールなって言われる、うん、ただぼーっとしてるだけだけど昔はだってなんかどっか登ってっちゃったりとか、うん、登ったりとかしてたけどね、そういうのがすごくコンサートの楽しみの一つだったんですよ、ね、どこに登ってた？なんかなんていうの、野外のステージの天井とかね、イントレ？イントレじゃなくて、あの屋根あるでしょ、野外だと、あの屋根だとでかすぎるけど、うん、ああいう感じの上とか、屋根の上とか、うん、サックス持って、うん、すげえ、それは知らなかった、あれは結構楽しかったね、うん、そうか、もう10年ぐらい前だもんね。じゃあどうもありがとうございました。ツアーの方も気をつけていってください。はい、スクエアの皆さんでした。